僕の誕生日を覚えていたのか。同郷の者以外に祝ってもらえるとは驚きだ。誕生祝いなどもう随分と前に飽きたと思っていたが、今年は愉快な一年になる気がしてきたぞ。送った招待状が無事に届いたようだな。祝いに来てくれたこと、嬉しく思うぞ。故郷では王族として民たちから祝われてきたが、こうして学友たちと誕生日を過ごすのも悪くないな。誕生日を楽しめているのはお前や祝ってくれた皆のおかげだ。感謝しないとな。白い服を選ぶ機会は少ない。なかなか新鮮だ。幼少期にろうそくを消そうとしたら力みすぎて火を吐いてしまったことがある。あの時ばかりは焦った。誕生日の準備には大いに気を使う。万が一パーティーに招きそびれて悲しむ者がいてはいけないからな。話したことのない者にも祝福されたが、なぜか遠巻きだった。もう少し近くに来てくれても良いのだが。茨の谷では僕の誕生日は祝日となっていた。朝から晩まで様々な式典に引っ張り出されて大変だったな。パーティーを盛り上げてくれた礼に、今度お気に入りの廃墟へ案内しよう。そうだな、10カ所ほど巡るか。小さいシュラウドがかき氷機をくれた。最新式で全自動らしいのだが、どうすれば動くのだ。シルバーのプレゼントとどちらが嬉しかったかをセベクが聞いてくる。二人とも同じ石像だったのにな。泡やネオンで盛り上げるのが今風の宴とダイヤモンドに勧められた。興味深い風習だな。試してみるか。ハントから送られた服のサイズが僕の体にぴったりだった。あいつどうやって調べたのか。そんなに僕の世話ばかり焼かなくていいぞ。僕はお前にもパーティーを楽しんでもらいたい。プレゼントに欲しいもの一つ思いついた。お前がガーゴイル研究会の活動に付き合うというのはどうだ。